皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はネイルオフの種類とその正しいやり方をご紹介します。ジェルやポリジェル、ネイルシールにネイルチップなど、それぞれの場合に応じたネイルをオフする方法をチャプターに分けて解説しています。基本的なオフの方法から、できるだけ爪が傷まない方法や、リムーバーによる乾燥を防ぐ方法など、これを見ればネイルオフのすべてがわかるという内容になっていますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。皆さんはネイルをするとき、どんな方法でネイルをしていますか？マニキュアやネイルシール、ジェルネイルやポリジェル、ネイルチップなど、爪のおしゃれを楽しむ方法はたくさんありますよね。でもそれぞれいろんな方法で爪のおしゃれを楽しんでも、爪は必ず伸びてきます。爪の根元が開いてきて、爪先も長くなっていくと、生活しづらくなってくるので、そろそろ取ろうかなと思いますよね。このネイルを取るということをネイルオフと呼んでいます。今回はいろんな種類のネイル方法ごとに、それぞれの最適なネイルオフのやり方をご紹介します。マニキュア、ネイルシール、ジェルネイル、ネイルチップ、またポリジェルなどで長さ出しをした場合など、それぞれに分けて解説しています。画面の下をクリックすればチャプター分けしてあるので、見たいところに飛ぶこともできますよ。それではまずマニキュアのオフ方法からご紹介していきましょう。マニキュアは一番手軽なネイル方法で、オフの方法もとっても簡単です。使うのは除光液やエナメルリムーバーと呼ばれているマニキュア専用の液体とコットンです。まずはコットンを爪の大きさにカットします。爪のサイズに小さく切っておくことで、オフするときに爪周りの皮膚にマニキュアがつかなくなります。切り取ったコットンに除光液をたっぷりと含ませて、爪の上にコットンをのせます。すぐに拭き取らずに5秒ほど指で揉み込みます。こうするとマニキュアが溶けやすくなりますよ。揉み込んでマニキュアを溶かしたら、爪先に向かってスーッと引きます。これだけで大部分が落ちましたね。それでもまだ爪の際の部分に残っていたりするので、マニキュアがついていない部分を使って際の部分を拭き取ります。細かい部分が取れないときは、ウッドスティックにコットンをくるくると巻きつけて、これに除光液を含ませて拭き取りましょう。これで綺麗にオフすることができました。オフした後は除光液の影響で皮膚が乾燥するので、ネイルオイルを塗っておきましょう。続いてネイルシール。100円ショップでも売っているこのネイルシール、今度はこのネイルシールを貼った場合のオフ方法を見ていきましょう。この方法はネイルシールだけじゃなく、デザインが施されたネイルチップを両面テープで貼り付けた場合にも同じやり方でオフします。ネイルシールや両面テープでくっついているので、接着力はかなり低めです。オフに使うのはお湯、もしくはネイルオイルを使います。お湯の中に手を入れながら、少しずつ端から剥がしていく方法です。ぬるま湯の中に手を入れて、シールの端からウッドスティックを少しずつ差し込んで、お湯の中でゆっくりと剥がしていきます。お湯の中でも剥がれない場合には、ネイルオイルを使う方法もあります。お湯よりはオイルの方が剥がしやすい印象です。
爪端にネイルオイルを垂らして、同じように端からウッドスティックを差し込んで少しずつ剥がしましょう。これだけで綺麗にオフできました。ネイルオイルを皮膚になじませたら完成です。次は長さ出しをした爪のオフ方法です。長さ出しといっても、こちらもいろんなもので長さ出しできます。ジェルネイルやポリジェル、アクリル、またネイルチップをジェルでくっつけた場合など、たくさん種類があります。でも長さ出しをした方法にかかわらず、オフする方法はどの場合であっても同じやり方です。使うのはこちら、ジェルネイル専用のリムーバーとコットン、ヤスリ、爪切り、アルミホイル、ウッドスティック、ネイルブラシです。このリムーバーはジェルネイル専用のもので、マニキュアに使う除光液とは違う成分のものなので、間違えないようにしましょう。まずは爪を長くした部分を先に切ってしまいましょう。爪切りの刃先を長くした爪の部分に差し込んで、地爪まで削らないように注意しながら片側ずつ切り込みを入れます。こうするとヤスリがけする面積が減って時短になります。これで長くした部分をカットできました。次にヤスリを使って爪の表面を削っていきます。使うヤスリは180グリッドくらいのものがおすすめです。ここでのヤスリがけの目的は、爪の表面に傷をつけてリムーバーが染み込みやすくすることです。初心者さんの場合は削りすぎて地爪まで削ることがあるので、あくまでも表面に傷をつけるだけと意識してヤスリがけしましょう。何度もネイルして慣れている方の場合は、表面に傷をつけるだけじゃなく、ジェルやポリジェルなど長さ出ししたものをできるだけ削り取っておくことも意識すると、早くオフすることができます。ヤスリがけして爪の表面が曇ったら、固めのネイルブラシで削りカスを払い落とします。次にリムーバーを爪に浸す前に、皮膚を乾燥させないための予防方法をご紹介しておきます。マニキュアやジェルネイル、ポリジェル、アクリルなどをオフする際に使うリムーバーには、皮膚を乾燥させるアセトンという成分が入っています。このアセトンは皮膚の油分を奪って白っぽく乾燥させてしまいます。できるだけこうならないようにするために、リムーバーに浸す前に爪周りの皮膚にネイルオイルを塗っておくことをおすすめします。こうすると油分の膜ができて皮膚を守ってくれますよ。ネイルオイルがない場合はハンドクリームでも OK です。ただしネイルオイルやハンドクリームを塗る場合には、皮膚にだけ塗るようにしましょう。爪の上にまで塗るとリムーバーが染み込まなくなるからです。爪の周りの皮膚にだけ塗ったら、爪の大きさに切ったコットンにリムーバーを含ませて爪の上にのせます。そしたら10センチ四方に切ったアルミホイルで指全体を巻いていきます。このジェルリムーバーは揮発しやすいので、必ずアルミホイルで覆いましょう。またネイルオフ専用のクリップタイプやシリコンタイプのカバーでも OK です。この状態で10分から15分待ってふやかしたら、アルミホイルを外します。
見た感じは変わっていないように見えますが、ウッドスティックでこすってみるとポロポロと取れてきます。ウッドスティックで優しくこすって取り除いても硬い部分が残っていて全部取りきれないときは、もう一度コットンにリムーバーを浸してアルミホイルを巻いて待ちましょう。2回ほど浸せばほとんどが取れると思います。めんどくさいなぁと無理やりガリガリ剥がすと、地爪の表面が持っていかれて薄くなってしまうので、必ずリムーバーに浸してオフしましょう。これでオフできました。ジェルリムーバーも除光液と同じで皮膚が乾燥するので、ネイルオイルを塗って保湿しておきましょう。次は長さ出しをせずに地爪に直接ジェルネイルを塗った場合です。この場合は先ほどの長さ出ししたオフ方法とほとんど同じです。使うものはこちら、ジェルネイル専用のリムーバーとコットン、ヤスリ、アルミホイル、ウッドスティック、ネイルブラシです。まずは地爪の白い部分が長くなっていると思います。地爪を育ててもっと長くしたいという方はこのままにして、オフした後は短くしたいという方はここで爪先の長さをヤスリで先に削って短くしておきましょう。こうすると時短につながります。好きな長さまで短くしたらヤスリで爪の表面を削ります。もしネイルマシンをお持ちの方はマシンの方が簡単で早くオフできます。私の過去動画でネイルマシンの使い方もご紹介していますので、こちらからぜひご覧になってみてくださいね。そして長さ出しのオフと同じで、初心者さんは表面に傷をつける程度に、慣れている方はカラージェルがこれくらい残る程度にヤスリがけして薄くしていきましょう。削り終わったら皮膚にだけネイルオイルを塗って、小さく切ったコットンにリムーバーを浸して爪の上にのせたらアルミホイルで包みます。10分から15分経ったらウッドスティックで優しくこすり落としましょう。長さ出しの時ほど時間はかからないかと思いますが、それでも塗ったジェルの種類によってはリムーバーが染み込みにくいものもあるので、取れない場合は無理せずにもう一度浸して柔らかくしてから取り除きましょう。これでオフができました。ジェルネイルを塗るときに爪の表面にヤスリがけしているので、ザラザラと傷がついています。気になる場合には爪磨きで表面をツルツルにしてもいいですね。ここまで4種類のネイルオフ方法をご紹介してきました。最後に上級者向けのオフ方法を簡単にご紹介したいと思います。ネイルを繰り返しているとどうしても爪に負担がかかってしまって、爪が薄くなったり
割れやすくなったりしてしまうことがあります。これはネイルオフする時のリムーバーによる乾燥やヤスリがけをしすぎることが原因となっています。そこでご紹介したいのが爪が弱くならないベースフィルインというオフ方法です。これはトップコートとカラージェルだけを削ってベースコートは削らずに残すというとっても難しいオフ方法です。主にネイルマシンを使って削っていくやり方で、カラージェルの層がなくなったらここでストップ。これ以上同じところは削らないようにしながらトップコートとカラージェルだけを削っていきます。このベースフィルインは高い技術力が必要で、ネイルサロンで行われる施術方法です。セルフさんには難易度が高いと思うので、ジェルネイルやネイルマシンに慣れている方以外にはあまりおすすめしないやり方です。それでもチャレンジしてみたいという方はマシンを軽く当てて少しずつ少しずつ削るようにしましょう。強く押し付け続けると地爪を削ってしまったり、マシンの先端や本体に負荷がかかりすぎて熱を持つことがありますので、十分注意しながら削っていきましょう。これでベースフィルインの完成です。ネイルオフの方法いかがだったでしょうか。爪先のおしゃれに欠かせない面倒なネイルオフですが、正しい知識を持ってオフすれば極力爪に負担をかけないようにできますので、皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。